ポポポまあそれにしても、ねまあ、今日は、えー、麻生財務大臣がですね、えー、国民に一律10万円の、まあ、給付金を、えー、再給付するつもりはないという発言を、えー、なんかしたっていうことがです,、ね、すごく波紋が広がっているということで。 まあなんか、これにね、やっぱそのサッカーのえー元日本代表の本田圭介さんがツイッターで、10万円の再給付するつもりはないっていう理由は何ですかとえ書いたと。これ麻生さんのコメントが書いた記事を引用してね。 まあ、それでね、まあ、やっぱその、まあ、ホンダさんすごいっていう、あの、絶賛する声もあればですね、まあ、まあ、やっぱりというか、えー、その叩くような、なんかツイッターですか、なんかコメントもたくさんあるっていうことで、まあ、それだけ、まあ、影響があるっていう、えー、ことなんじゃないのかなと思うんですけども、でも本当なんか、あの、去年ね、 回安倍さんの時に10万円の給付っていうのがね、まあったわけなんですけども、まあ、あれだって、その、まあ、なんていうんですかね、やって当然っていうかね、まあ、あれで別に内閣支持率が上がったわけでもなく、まあ、逆に下がっていったっていうのはあるんですけども、ただやっぱり、こんだけそのやっぱ国民がね困ってる。 え、困ってる人が多いわけですよね。そこにきちんと、まあ、お金とかですね、その、まあ、給付金だったりね、まあ、いろんな、あの、手厚いことを、その、助けることをしてほしいのに、それをやっぱり今の菅内閣でもですね、しないっていうところに、やっぱりその、 ストレスっていうかですね、うっぷんがやっぱりみんな溜まってるんじゃないのかなっていうね。まあ、そこに、ま、ホンダさんがこういう、えー、理由は何ですかと。理由は何っていうだけであってね、給付しろよとか別にそんなこと言ってないわけで、まあ、あのー、まあ、ある種ね、僕らが、あの、思ってることを、ま、代弁してくれた。 っていうとこがすごいなと思いますね。やっぱ著名人でありながらそういうことも発言してくれるっていうのはすごいなと思いますし、だからそれだけ菅内閣でもですね、安倍内閣でもそうでしたけども、菅内閣でもですね、やっぱ国民が必要としてることをしてくれないっていうところに、やっぱり問題があるんじゃないのかなっていうのは、これは思いますよね。まあどう考えてもね。 まあやっぱその、なんていうんですかね、こう、本当飲食店もバタバタね、その、潰れていく、いくと今年は、まあそういうことを、まあ渡美のね、あの、社長でしたっけ、渡辺美樹さんも言ったりとかして、あの人はもっとね、あの、議員としてやってたわけですか、自民党ね。まあそれなのに、全然その、なんていうんですかね、必要なところに必要な、あの、助けを、 をしないっていうところに、やっぱ僕は今の自民党の問題っていうのがですね、あるんじゃないのかなっていうね。うんまあだからね、この、菅さんが注力してた沖縄の宮古島市長選でもですね、まあ大差をつけて、えー、現職のね、まあ、市長、事項が落ちた候補が負けたりとかですね、また今やってる山形県知事選でもですね、まあ、あのー、 ま、挑戦者側っていうかね、あの、現職の吉村美恵子さんに挑む方っていうのが自民と、え公明は県本部止まりなんですかね。まあ、自公が一応推薦した方が、あのー、吉村さんに挑んでるわけなんですけども、ただ今日の情勢調査でもですね、終盤の情勢っていうのが出てね、やっぱり吉村さんが優位であると。 ま、あ優位っていうのはですね、ま、ああの、ま、あ大体、これで決まりかな、みたいな感じの、あれですからね。だから、やっぱりね、その、やっぱ菅内閣、ま、あ持率もどんどん、どんどんてかも四4ヶ月で、もう、あっという間にね、70%ーセ60%あったのが、まあ30、30%前半、 までに来てる調査も出てるっていうことで、でしかも不支持がですね、あの読売新聞ですら49%と、もう不支持の方が多いわけですよね。あのど、どこも、どこの調査でも不支持の方が、あの、支持を上回ってるっていう中で、だからそれはなんでかっていうと、やっぱ国民の声に応えてないからじゃないですかっていうね。 もう、やっぱりね、ちゃんと分かってへんなっていうかね、この麻生さんもそうですけども、まあ、麻生さんっていうのもね、あの、まあ、給付金については、あの、去年も安倍内閣の時も否定的やったんちゃいますかね。でもその時は、あの、最初は困った人だけにみたいな、あの、やったんですけども、それを公明党が、あの、 国民一律に給付するようにって言ったり、まあ、あと、えー、ま、公明党が言ったんですかね、うん。で、岸田さんがね、安倍さんがその次の首相にしたかった岸田さんが、ま、困ってる世帯に20万円とかって言った。 ようなまで20万か30万か忘れましたけども、も、まあ、でもその後に公明党が一律10万円にしろって言って、えー、それで10万円になったっていうねそういうい経緯があったと思うんですけども、も、まあ、は僕は10万円がね言い悪いは別にしてね、ねその効果がどれだけのものがあるのかという、一律で配る必要っていうのは、まあ、確かにあるのかなと思う。 そこはあるんですけども、ただ困った人にも配ったれよっていうね、あのー、困っている人はたくさんいるわけですから、まあ、そこについてもですね、麻生さんは、えー、生活に困っている世帯に限定することについてもですね、考えにくいと、まあ、否定的なことを言っているということでね、だかから本当なんか、あのー、困った人に対しても何もしない。 っていう、その考え方っていうのが良くないんじゃないのかなと。まあ、菅さんだってね、えー、総理大臣になった時は、え情、ー、えー、でしたっけ、え情、ー、をまず一番に持ってきたっていうね。まあ、それが野党とかにも批判されてるわけなんですけども、やっぱり、あの、もうほんと、今のそのコロナ、 でね、もう、経済的打撃を受けている人、仕事を失った人もたくさんいるわけです、すそこに何にもね、あの、何もとか、ちゃんと効果的な、こう、助け、 支援策をやらないっていうところがやっぱりこれだけ支持率下げてるわけでねで、本田さんみたいなね著名人がわざわざこういうこと書くっていうのは、ですね、まあ、やっぱりそんだけ困ってる人を見てるっていうか、こうやむにやまれないところていうのがね、あったんじゃないのかなっていうふうにも僕は思うわけですよね。まあ、ただでさえ著名人とと、ねまあ、とかかかね役者演劇とか できなくなったりね、その劇場があのでもも運営できないとかっていう風になって、開けないということになって、まあ、それでも仕事を失ったりとかね、みず、まあ、自ら命を絶つ方も多いみたいなのもね、こうニュースに出てましたしね、まあ、去年もそうでしたけども、まあ、有名な人が亡くなったりしてる中でね、やっぱ困ってる人はこれだけ多いわけですよね。 でそこにね、本当、な何にもしてくれないとか、きちんと答えてくれないっていう不満が、やっぱりその、まあ、選挙とかにもですね、出てるんじゃないのかなっていうのを、僕はすごく思うんですよね。うんそれはもうあの政府っていうかね、その菅内閣としてもできることっていうのは限界あるかもしれませんけども、ただ、あのちゃんとやってくれよっていうね。 いや、本当に、あの、本当に国難ですよ、とこれ。もかなりの国難なのに、あの、なんか、あさっての方向っていうかですね、その、なんか、ルール守らないところには罰則つけようとかね。いや、今そういうことじゃなくて、あの、もっと、あの、違うことっていうかね、やっぱり今、困ってる国民に対して、ちゃんと手を差し伸べてよっていうところに、全然答えない。 っていうことについてね、やっぱ分かってくれてへんなっていうかね、自民党、公明党、与党はね、うん、それはダメでしょうっていうね、それはやっぱりね、これ本当国民の怒りっていうのが、やっぱりだんだん大きなってくるんちゃうかなっていうのは、なんか思いますよね。まあ、この10万円の問題をきっかけにしてですね、本当に、 いいのかなと今の与党でみたいなね。うん、まあ今野党もね、まあ,あの本当そういう声を上げて、やっぱ本当国民のためになることっていうのを、まあ与党というか、まあ、政治としてやらしていくっていうことに、まあもっと力入れたらいいんじゃないのかなというふうに思いましたけどもね、うん。いやもう本当なんか、あの、ちゃんと、やっぱね、不満がすごくいっぱい溜まってるっていうのは僕もすごく感じますね。 もうちょっとなんとかしてあげてとていうかね、まあ、僕もなんとかしてほしいと思いますし、で困っている人もたくさんいるわけですから、もなんとかしてあげてっていうね、あの潰れ潰れそうになってるるお店とか、ですね仕事を失った人もたくさんいるわけで、だそれをねやっぱちゃんと組み取ってほしいなっていうのはあの思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。